皆さんこんにちは、ことふみです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は Z 医師がある集会でお話になられた内容をご紹介したいと思います。だいたい8分くらいの内容になっております。お話です。こちら本来なら吹き替えをしてお届けしたいんですが、つべくんに嫌われると思いますので内容を朗読したいと思います。 AI 役を目視でチェックはしたんですけれども、ところどころなんかちょっと変だなって思う部分も今見たらあるんですが、それはとりあえずご容赦いただければと思います。そしてこの元の動画はランブルですので、そちら概要欄に貼っておきます。また英語の書き起こしたものと日本語訳はことふみブログ、ことふみのホームページにアップしますので、そちらもご利用いただければと思います。それでは始めます。タイトルは、鳥獣撃退マーキングシステムを強制するグレートリセットプランというものです。さて、誰かが私に陰謀論者のレッテルをつける前に、私は陰謀の現実主義者だと言いたいと思います。私は全ての人、誰もがそのパターンを通過するように挑戦してきました。議論しましょう。あなたが私が間違っていると思うのなら、市民的な議論をしてより深い真実にたどり着きましょう。しかしこれは特許が言っていることなので、誰も私をこの挑戦に取り上げてくれません。抵抗した唯一の人々は私を陰謀論と呼んだ人々、ペーパーを調べることさえ時間を取らなかった人たちです。今第二の特許があり、これは私が心で覚えています。これはマイクロソフトが所有する国際特許です。2020666です。私はこれを作ることができません。そしてこの特許は生体認証データの送信を暗号通貨にリンクします。さて、C 国を私たちに来るものの例として見てみましょう。C 国共産党の CC は中央銀行を支配し、 C 国の中央銀行はデジタル人民元と呼ばれる暗号通貨を発行しました。その後彼らは他のすべての暗号通貨を違法にしました。したがって現在取引する唯一の方法は州が主催する暗号通貨を使用することです。そして彼らはソーシャルクレジットスコアシステムと呼ばれるものを暗号通貨の使用にリンクしました。言い換えれば、暗号通貨の使用は、あなたが言うことを気に入らない場合、混乱させたり、あなたの頭の中に弾丸を打ち込む必要はありません。彼らはあなたのアカウントをオフにするだけです。彼らはあなたのパンを買う能力をオフにするだけです。彼らはあなたとあなたの家族を飢えさせます。つまり、それはコントロールの一形態です。2026年にはメディケアが戻り始め、世界の経済は混沌とするでしょう。グローバルな金融システムに変化が起きます。最終的な結果はいくつかのグローバル力によって制御され、グローバルな暗号通貨になります。覚えておいてください。世界経済フォーラム、そしてそのグローバル暗号通貨に参加するためには、生体認証データを送信するデジタル識別紙でタグ付けする必要があります。だから Apple Pay やクレジットカード、法定通貨や紙幣を忘れてください。文字通り手をスキャンする必要があります。家の中にセンサーがあり、手をスキャンするとおそらくドローンがいてパンを提供します。今はちょっとクールに聞こえますが、デジタル識別紙に取り組みたくない場合はどうなりますか？さて、私はグローバル金融と金融取引への参加から除外されるでしょう。政府が私の言うことを気に入らなかったから。それは起こりましたか？それで彼らは私の家族のためにパンを取引し、買う私の能力を制限またはオフにします。キリスト教の信仰によると、これが獣の印です。それは奴隷です。ほんのわずかな社会病質者、ソーシャパスが人類を奴隷にするために作り出した非常に技術的で素晴らしいメカニズムです。それが私たちが直面しているものです。
そしてそれは競争です。ここにレースがあります。人類と人種を奴隷にする競争があります。何が起こっているのかを実現するための集団人間意識の拡大の競争、そしてそれと戦うための競争が、なぜこれが本当に起こっているのでしょうか。私たちは人間として過去数十年の間に種として種として50年60年はいくつかの本当に悪い決断をしたと言えます。私たちは胎児を殺めました。私たちは結婚の神聖さを冒涜し、性別の役割を冒涜しました。私たちは聖書の中でソドムとゴモラの2つの都市が破壊されたと言っています。ではなぜそれらが破壊されたのかという疑問があります。だから誰もが不道徳によると言います。しかし現実は全世界が不道徳でした。彼らのユニークなものは何ですか。答えの一つは大地の法則にコーディネートされた不道徳の中核です。それは神に言う非常に直接的な方法です。私たちはあなたの法律を望んでいません。私たちはあなたがここにいることを望んでいません。そしてこれは私たちが生きる拠り所にする法律です。私が怒っていると思うことは神が一人一人に選択肢を与えているということです。神はあなたが恐怖に向かっていくのを助けます。それとも科学の神に頭を下げるつもりですか。技術の神、お金の神様、私は力を手に入れました。社会病的オリガルヒ、腐敗した政府、そして各個人が与えられている選択であるちくわの黄金の子羊の誤った約束、それは二者択一です。もうフェンスの上に座ることはできません。私が出てきてこれらの話をする理由は、競争の原動力を理解してもらうために、人々のやる気を引き出そうとするためです。これは神に対する戦争なのです。本当に危機に瀕しているのは何ですか。そして私たちは皆生活の中である程度自由を持っていたという力がありますが、それは自由ではありませんでした。私たちの祖父母がノルマンディーのビーチを襲撃したり、ファシズムに立ち向かう勇気を持っていたからこそ手に入れたものです。悲しい質問ですが、私たちの子供たちは自由な世界を持つことができるでしょうか。答えは、私たちが今犠牲を払う準備ができているのなら、私たちが今立ち上がって非暴力的に組織し、抵抗し、命令にノーと言い、顔おむつにノーと言い、毒で殺めるちくわを取らないことです。恐怖を制限しないでください。愛する人から自分を孤立させないでください。我々は勝ちます。我々は勝っています。しかし私はメディケア、低所得者のための国民医療保険制度にボディカウントを和らげるように懇願し、祈り頼みます。言い換えれば、先制政治に陥る人々の数を減らすために立ち上がって組織し抵抗するのは私たちの責任です。そして本当に私はこれに対する自然な解決策を見ていません。これは巨大なゴリアテです。そして私たちは神の超自然的な介在を必要としています。しかし、超自然的な介在はただではありません。私たちは恐れの神を選び、贖いをもたらし、明らかにするように神に懇願するという代価を払わなければなりません。神のお恵みがありますように。以上、ここまでがお話の内容です。そしてこの後、実は19歳の男の子が司会者のインタビューにネット回線を通じて答えている動画があったんですが、そちらもなかなか、共有したい内容でした。改めて共有できるべく取り組みたいと思いますが、何が起こっているかというと、こちらはその男の子のパパが神父さんで、カナダのトラック野郎の集会に
スピーチをするために出かける際にカナダの秘密警察に捕まったんですね。そして、まあ、投獄されたんですが、それに関するあの男の子のお話でした。この投獄された神父さんなんですが、もちろんカナダのトラック野郎のあのデモというのはとても平和的で、何も壊していないし、暴力を振るったわけでもない。それに対してトルドー首相は歓迎令を引いて、なんか50ドル以上そのトラック野郎に支援した人の銀行を凍結したり、あと2、300人トラック野郎は投獄されたと思います。逮捕されて投獄されたと思います。で、この P 牧師さんですが、彼もトラック野郎のところに行ってスピーチをしようとした時に逮捕されたんですが、その逮捕された理由がアルバータ州の重要インフラ防衛法というそういう罪状で逮捕されたそうなんですが、そして起訴されたそうなんですが、これはこの法律を適用されたのはこの神父さんが初めてだということでした。こちらも状況が許しましたらアップしていきたいと思います。そしてことふみ郡山はことふみ郡山のメインチャンネルとことふみ郡山2のサブチャンネル2つ同時並行で進んでいます。どちらに上げるかちょっといまいち一つあの判断がつかないことが多いですので、できれば両方登録していただければ嬉しいです。それではまた、ありがとうございました。